皆さんこんにちは、ご家庭でできるお金の教育ということで本日お話しさせていただきます、西岡奈美と申します。どうぞよろしくお願いいたします。私は伊丹市教育委員会の教育委員をさせていただいております。教育委員の傍ら、お金のことをお子様と一緒に考えるファイナンシャルプランナーというお仕事をさせていただいております。今日はそんな私から小さいお子様をお持ちになっている保護者の方に向けてお金のことをどうやって教えたらいいのかということについてお話しさせていただきます。この動画でわかることです。お金のことをお子様にいつから教えたらよいのかということについて、それからお子様にどうやってお金のことを教えたらよいのかということについて、そして最後に具体的な場面でどのような声掛けを行ってお金のことをお子様に伝えていくのかということについてお話していきたいと思います。では早速参ります。お金の教育いつから始めるということなんですが、これは実はそんなに難しいことではありません。お子様がお金に興味を持ったらすぐに始めてください。例えばお子様がお金を触りたいってお話になることがあるかと思います。そんな時はいつもじゃなくても良いので、時には触らせてあげてください。そして親子でお金のデザインなどを見てみるのが良いかと思います。例えば10円玉だとリボンが描かれていたり、千円札だと富士山が描かれていたりですね、日本の文化と象徴が描かれているお金を一緒に見てみるのはとっても良いことだと思っています。では次にどうやって教えるということについてお話ししていきたいと思います。これについても何一つ難しいことは実はありません。お金の話をご家庭でしていただければそれで大丈夫です。例えばですね、今日はお給料日なんだとか、今日お野菜がいくらだったとか、そんな普段の日常にあるお話で大丈夫です。お金というのは皆さんもご理解いただいている通り、生活に密着しているものです。肩肘張って、お金のことをお話ししよう、お金のことをお子様にお伝えしようとするのではなくて、普段の生活の中でお金の話をお子様にしていただければそれで大丈夫です。例えば、外食にいつも行きたいって、せがまれる場面があるかと思います。そんな場面でもお給料でやりくりをしていて、うちの家は1回だけに月1回だけの外食に決めているよ、そんな感じの話をしていただけると、お金っていうのはやりくりが必要なんだっていうことが分かってくると思います。では次に、具体的な場面でできるお金の教育についてお話ししていきたいと思います。これも先ほどお話した通り、何も難しいことはありません。普段の生活の中で、一緒に考える、教えるというよりかは一緒にお金について考えるというスタンスで行っていただければ幸いです。例えば買い物の場面を思い浮かべてみてください。お家の方、買い物に一緒に行かれることはたくさん生活の場面であると思います。そんな時に行っていただきたいのは、野菜のお値段を見てみる、そんなことをしていただきたいんですね。毎日買い物に行っているとお野菜の値段が変動していることに気がつくはずです。そういったことも言葉にしなければお子様は気がつきませんが、今日はお野菜が安いね、リンゴが安いね、みかんが安いね、今日はじゃがいもが高いね、みたいな形で値段が変動しているということに気がつくような声掛けをしてあげると、お子様は値札を自然に見るようになります。なぜ値段が変動するのか、そういったことについても触れていただけると嬉しいのですが、値段が変動するということに気がつけば、自然にお子様がなぜ変動するのかしらということを考えるようになると思います。
ます。主体的に考えるという意味でもそういった声かけとってもいいと思いますから、ぜひしていただければと思います。それからもう一歩進めば、お菓子を買ってあげるときに、いくら以内で買ってねというふうに予算を与えてあげてください。例えば100円以内で買えるお菓子は何なのか、200円だったらこれが買える、まあ、金銭感覚をつけるという意味でもやりくりを教えるというのは、とても大事なことです。自分の予算内でお菓子を選んでいくこと、それは将来お給料の中でやりくりをしていくことにつながっていきます。その第一歩としてぜひ、やってみていただければ嬉しいと思っています。レジでも、できるお金の教育があります。それはレジでお店の人はありがとうございましたって必ずお話になると思いますが、お金を払う私たちもお店の人にありがとうと伝えるということです。私たちはお金を払うことで欲しいものを手に入れることができています。自分一人では作り出せないものをお金を払うことで手に入れているんですね。ですからお金を払う側もありがとうなんだよということをお子様に伝えるために、ぜひレジの場面では私たちも、お客様である私たちもありがとうと伝えるようにしてあげてみてください。そしてお子様自身が買い物をされる時もぜひありがとうと言うんだよと伝えていただけると嬉しいです。お家でできるお金の教育についてお話します。それはお金を丁寧に扱う、財布を決まった位置に置いておくということも大事なことです。まあ、例えば小銭をその辺に置いておいたり、お財布をいつもの場所では適当な場所といいますか、カバンの中に置きっぱなしであるとか、そういったことはお金を大事に扱っていないっていうことがお子様になんとなく伝わってしまいます。私たち自身が態度でお金は大事なものであり、ありがたいものであるということを伝えるためにも、小銭であっても、大事に財布にしまって、その財布はいつも決まった位置にしまうようにしていただけると嬉しいです。お子様にお小遣いを渡す際にも、普段からそういったことを行っていれば、自然にお子様が財布にお金をしまい、机の引き出しなど定位置にしまえるようになります。最後にもう一つおすすめのお金の教育があります。それはお家の方のお仕事についてお話をすることです。直接お金に関係があるわけではありませんが、例えばこの前お仕事でこんなことがあって嬉しかったんだ、こんなことがあって大変だったんだ、それからお客様にありがとうって言われて嬉しかったんだ、まあ、そんなお話で大丈夫です。お給料がいくらだとかそういったお話をするわけでなくても、お仕事とお金がつながっていて、お家の方がお仕事をしているからこそ私たちの暮らしがあるんだということにお子様はだんだん気がついていきます。ぜひお子様にお仕事の話していただければ嬉しいです。私は普段小学校のお子さんとお金について考えていて、いつもお話しすることがあります。お金は、ありがとうの印ということです。お金は空から降ってくるわけでもなく、気になっているわけでもありません。お家の方のどなたかがお仕事をされて、会社やお客様から働いてくれてありがとうという形にな、それが形になったものとしてお金を受け取っています。よく小学校の教室でお金はどこからやってくるんですかって質問すると、 ATM って答えてくださるお子さんがいらっしゃいますが、それは違いますね。お家のどなたかがお仕事をされて、働いてくれてありがとうと受け取ったお金がたまたま ATM という機械を通してやってきているだけだというお話をしています。ぜひこのありがとうの気持ちで受け取ったお金、皆さんどうやって使ったらいいですか。ぜひありがとうの気持ちでお金を使えると世の中良くなると思いますね。そんな感じのお話をさせていただいております。大人の私たちもお金を使うときはありがとうの気持ちで、感謝の気持ちで使っていただけると、お子様にもその気持ち絶対伝わると思います。
ご家庭でできるお金の教育ということでお話しさせていただきました。何か一つでもお役に立っていると嬉しいです。ありがとうございました。